6月17日月曜日、時刻は午後6時を過ぎました。 FM 宜野湾をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は PTA 連合会の番組シピーレンをお送りいたします。この番組はシピーレンの活動の様子、宜野湾市内小中学校の PTA 活動内容、さらに小中学校の子どもたちの活躍の様子をお伝えしています。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンでは電波のほかにもツイキャス、YouTube ライブ、サイマル放送でもお聞きいただけます。ツイキャスは Twitter と連動しておりますので、どんどんツイート、コメントをお待ちしております。スマホからお聞きの方は無料アプリリッスンラジオやマイチューナーラジオでお楽しみください。今お話をさせていただいておりますのはシピーレン副会長の新谷と富山です。宜野湾市喜友名にありますスタジオから、この後夜7時まで1時間生放送でお送りいたします。よろしくお願いします。YouTube では見えます。あ、そうです。 YouTube とかこの写真が入ってるから安心してたら、そう、全部撮られてるからね。 CM やって町にこそんぶをやった。今日のゲストの紹介、自己紹介お願いします。はい、まあ、小僧先生から一応説明、タイトルって何ですか？ラジオ版これシピーレン、そのままシピーレン、シピーレンですか？この後、一回町にこソングかけるので、あと2分くらい時間があります。弾ける笑顔、光差しを
それでは本日のゲストの紹介をいたします。それでは皆さん自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、それではシピーレンラジオお聞きの皆さんこんばんは。宜野湾市立大蛇名小学校校長の玉寄せと言います。よろしくお願いします。今日は大蛇名小学校の女子ミニバスケット部のみんなと一緒に来ています。それぞれ紹介をしてもらいたい、自己紹介をしてもらいたいと思います。お願いします。大蛇名小学校バスケ部の小屋里亜です。大蛇名小学校バスケ部の城間愛羅です。大蛇名小学校5年2組の金城美穂です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いい感じに緊張してます、ね。はい、そうですね。多分後半からは普通になってくると思うんですけど、まあ、リラックスしながら楽しんできたらなと思います。はい、お願いします。本日バスケ女子バスケ部の皆さんが来たことには何か紹介することとか理由とかございますか？はい、はい、今回ですね、あの大蛇名小学校の割り当てになった時に何をしようかなと思ったら、5月19日5月19日の日曜日に、宜野湾市のミニバスケットボール大会があって、そこで、大蛇名小学校の女子バスケットチームが見事2連勝をして優勝して来ていますので、その紹介をおめでとうございます。みんなが頑張ってることをいっぱいラジオで話したいなと思って来ています。素晴らしい。2連覇2連勝ですね。2連勝して優勝しています。しましたか。ちなみにこの大会はあのまた続いていくものですか？あの次の大会とかもあったり、どんなですかね？宜野湾市の大会、宜野湾市の大会、ね、これはもう伝統ある大会なんですかね？昔からある、わかりますか？第何回だったか、多分続いていると思います。なるほど、はい、皆さんポジションどこやってるんですか？ポジションはわかんないです。すごい、リアさんはキャプテンだよね。キャプテンです。キャプテンやってます。キャプテンやってますか、はい、キャプテンしている中で、うん、このなんかチームを盛り上げるためになんか工夫していることとかってありますか？声出しとか、うんうん、なんか困っていたら助けるとか。あ、なるほど。すごい。周りを見てるんですね。先生も、あ、校長先生も大会をご覧になってました？あ、はい、実は見ました。2試合、やってたんですが、1試合は女子の試合を見て、1試合は男子の試合を見て。あ、なるほど。ということで、男子もあったんですね。はい、男子もありました。はい。で、女子が来たと。そこは。男子も一生懸命頑張ってました。頑張ってました。はい、頑張ってました。よかったです。女子バスケット部は部員何人ぐらいいるんですか？20名。20名以上はいる。20名以上いて試合に出れるのは15。あ、登録できるのが16ぐらい。16ぐらい。あ、なるほど。16名がこの大会に登録はできて、試合に出れる、またその中で試合に出れるのは5名。小学校は10名ね。あ、10名が出る、はい、10名は必ず出さないといけないという決まりがあって、はい、10名は必ず出ます。あ、なるほど、はい、あ、じゃあ結構あれなんですね、あの広いコートでやってるってことですか、はい、なるほど、すごい。ちなみに 何年くらいやってるんですか？バスケ経験、バスケ歴、
リアさんは何年生の時からやりました？幼稚園の時から始めて、もうすごい6年もう6年、6年、7年これ兄弟も一緒にやってた、ね、はい、お姉ちゃんが2人やってて、それ見て始めました。すごい、すごいですね。アイラさん、3年から始めて4年、4年間やってます。3年生の後半からやってて、2年間ぐらいはやってました。やってました。やってます。2人ともなんか兄弟の影響とかもあるんですか？じゃあなんか始まるきっかけは、うん、始まるきっかけはバスケをしようとした、なんかテレビ見てとか、友達に誘われた。ああ同じです。部員は6年生がやっぱり多いんですか？6年生は少ないです。6年生は6名。6名で、5年生が3名、うん、あ、もっと少ない？4年生が一番多い。4年生、おじゃあ4年生は必ず1人は出てる、試合に、うん、あ、この6年生と5年生合わせても10名にならないから、あ、すごい。どこと対戦したんですか今回？大山と、大山翔、龍大附属。あ、え、龍大附属？龍大附属。もう宜野湾の大会に参加したんですか？はい。あ、すごい。全部で何チームぐらいいました？数えきれないぐらい。数え。今回多分途中できたから。うんうん、ああ。あの日曜日ちょっと授業参観をしていて午前中、はい、で午前中他のチームはあの試合をしたりしていて、入れ替わり、入れ替わりみたいな感じで、ああの配慮をしてもらったというか、うんうん、あの大蛇の小学校は5校から2000という感じでやっています。なるほど。女子も男子もあるんでしたよね、はい、男子もメンバー多いんですか？男子もメンバーが多い。男子は女子より多い。うん、そうなんだ。6年生も？六年生は一人。一人？六年生かなんか少ない、ね。じゃあ5年生は？5年生いっぱい。11名とか。あ、じゃあ来年なんかまた。来年が楽しみ。すごそう、うん、ね。すごい、5年生11人。でも女子もあれだもんね。うん、もし6年生卒業しちゃったら5年生が3名でしたっけ？次のキャプテンですか？まだ決まらない。4年生が多いんでしたっけ？十何名か。そっか。それもまた来年再来年楽しみなチーム編成ですね。練習時間ってどれくらいやってるんですか？3時間ぐらい、ま、これは毎日？休みの日は4時間。あ、土日？土日は4時間。平日はもう前、ね、結構休みの日とかない？休みの日は木曜日と月曜日が休み。あ、休みで3時間。3時間すごい時代に合ってないスパルタですね。一応補足しときますけど、ね、あ、はい、あの準備片付け含めてですね。あ、なるほど。そこはこの練習場所はあの小学校の体育館で、はい、結構でも体部活って、ね、場所の取り合いが、ね、結構多いかなと思ったんですけど、はい、小学校ね、体育館を使うのはバスケ部と、うん、バレー部とかはないです、ね、バレー部ないよね。バレー部はないです。じゃあほとんど、はい、バスケ、男女のバスケで、はい、いいですね、貸し切りだ。なんか好きなプロ選手とかいます？プロ選手わからない。うん、キングスにいる、はい、岸本隆一選手。あ、みんな好きだね。
選手と、千葉にいる、富樫選手、準決勝。これはなぜ好きになったんですか？顔がかっこいいからと同じガードとして、真似したい人みたいな。あー、なるほど。あ、いい、いいですね。皆さんは、特に見たりしない、プロの試合とかは、あんまりない、あんまり見ない同じタイプだキングスにいる、4番のウィクロー選手が、なんかかっこいいから、かっこいいと思うなるほど。なんかあの試合とかもミニバスケット部で見に行ったりもするんですか、このキングスの。見に行ったことある、結構招待してますよね、行きました最近。最近は行ってない。最近、もうちょっと前。いつ行ったんですか、これは。去年、去年の6年生か、1年前ぐらい、1年前。じゃあ校長先生に頼んだらすぐ行けそうですねはい、私も見に行きたいですでも去年だったアリーナですよね。はい、アリーナの試合、アリーナで試合見たら楽しいですよね。はい、前までは体育館だったのが、2年前、3年前かアリーナできて、あの場がすごいですよね。初めて見たんですけど、多分日本中探しても結構あれくらいの設備ってないので、沖縄は結構恵まれてるのかなと思って。はい、ちょっと世界大会もあったから、はい、ね、すごかったですね。これはお疲れ様です、ちょっとメッセージが来てたんですけど、金子秀樹さん、あれではないですよね、あの保護者ではないです。で、結構あの部活性が出てくると保護者の方から選手が入るので、あ、誰かのお父さんお母さんかなと思ったけどですね。じゃあ次の大会はまた近いうちにあったりするんですか、夏休みとか。あの、多分今週末ありますよね。もうすぐもうすぐじゃないですか、今週末から始まるのが中上地区の小学校の大会が、ミニバスケットボールの大会があるはずです。今週末土曜日、日、どっちだ、土曜日から土曜日、日曜日ぐらいから。これはもう中上地区の小学校が集まって、はい、じゃあ結構大規模な感じですよね。はい、もう対戦、抽選も終わってるんですか。対戦相手が分かる、分かります。相手は強い、一回勝ったことある、練習試合で。おお、すごい。相手どこですか。かかず賞と、はい、勝ち進んだらかかずで、回戦は。これはトーナメント、トーナメント。じゃあもう一回きりの勝負、負けたら、もう勝ち進むしかない。負けたら負けたで、あの負けた人同士の試合とか。なるほど。じゃあ一回戦がかかずになるかも。このあとこのチームに勝ったらかかず賞と。ああ、なるほど。その前のチームは勝てるから、かかずを意識してるということね。ああ、なるほど。もう先を見てるわけね。かかず対策。一応じゃあそろそろ時間なので、ちょっと曲の紹介をお願いしていいですか。はい。最初の曲、誰が紹介します。何の曲から。スラムダンクの大ゼロ感です。はい、あ、いいですね。はい、お願いいたします。Thank you.
上手だよって。上手だよって。お茶の出会いじゃん。ミンコでしょ。シックジカル。会長はここはいろんなところで。うん。はい。そうですよね。中上だったらもう一つの会館じゃ難しいですよね。中上地区60チームぐらい。わあ。これをトーナメント？すごい、高校野球より上に行くの難しいし、夏は130チームで130っていうのは、あの沖縄全国、沖縄全国県で、ミニバスケット部の部活の話の中でバスケットの違いとかも話します。ルールとかで、あの結構来ていただいてる方、うん、あの部活の子、うん、例えばこの部員をやっぱり増やしたいのもあるのでルールの話したり、うん、どういったところが楽しいよって話したり、うん、っていうのをするんだけど逆に言うんですあれですね。校長先生が来られるんですか。ニュースでしょ。会長のファンだから。10秒で CM 開けますね。
はい、ミニバスケット部の皆さんと校長先生とですね、まあ、先ほど大会の報告もしたんですけども、はい、まあ、ちょっとね CM 中にちらっと話したんですけど、やっぱりあのミニバスケットってちょっと特別なルールがあったりするのかなと思ってですね、はい、10名で試合したりとか、うん、はいはい、もう少し掘り下げて教えてもらえればと思いまして、はい、まあ、中学校高校と一般とちょっと違うのは、一番違うのはリングの高さが違うんですね、はい、中学校からはリングが3メートル5センチの高いところにあるんですけど、小学校の、リングの高さは2メートル60センチで少し低めになっていて、でボールもちょっと小さいボールを使っています。中学校からは、男子は7号級って言って7号のボールをもう中学校高校一般まで使うんですけど、女子は6号級っていうボールを、中学校高校一般で使ってくるんですけど、小学校は5号級って言って少し小さめのボールを、はい、男子も女子もそれを使っています。あとさっき言ったように10名必ず使わないといけない、出場しないといけないという決まりがあって、うん、1人でもかけたらダメなんですね。そうです、試合が負けてしまう、はいっていう感じになります。なんだろう、多分子どもたちの体力のこととか、うん、怪我防止とかの意味でだと思います、はいはい、試合時間も少し、短いかな、基本は1クォーター6分間で試合をして、うん、それを4回繰り返す4クォーター制でやっています。細かいルールはいっぱいあるんですけどね、はい、バックパスは OK とか、バックパスがないんですね、センターライン越えてからの、はい、決まりがあったりでいくつかあります。シュートを打つ時間もあったりとか、シュートを打つ時間は24秒だったかな、オフェンス24秒、あの辺は一緒なんですね、はい、一緒ですね。最近少しずつスリーポイントを導入している地区があって、宜野湾市の大会ではスリーポイントあった、ありました。今まではもうなかったんですよ。中学校からはね、普通にあるんですけど、どっから入っても2点みたいな感じだった。これまではどっから入っても2点、ファールフリースローの時は1点とかっていうのがあったんですけど、最近やっぱり小学校でも3ポイント導入するっていう動きが見られていて、少しずつ少しずつ大会でやっています。でもなかなかやっぱり、まあ、ずっと同じ人が出続けないようにっていう意味で10名必ず出すことっていうような感じだと思うんですけど、はい、でも実際6分間走り続ける大変じゃないですか。これあれですよね、時間もきっちり止まるんですよね。止まります、はい、やってる人たちは15分とか20分走ってる気持ちになったりしないですか。疲れる、疲れる。疲れる。さっきのこの1分、あ、じゃあ1クォーター6分間で必ず10名出さなきゃいけないという決まりがあるけど、うん、やっぱり多い子は、はい、3クォーター分18分間出続けることもできるので、やっぱり相当の体力があると思います。6年生とかはね、多分リアさんとかアイラさんはずっと交代なし出ているんじゃないかな、はい、と思います、はい、じゃあ第4クォーターまでずっと、うん、1回は交換した、1回は休んで、交換、これ自分で交換しようって言ったりするの、いや、コーチが全部決める。そっかそっか、もう疲れたしんどいって言って交代することはできない、できない。もう今の時代に合ってないスパルトですね。すごい、そっか。
なんかこれって右利き左利きとかもなんか有利であったり、なんか不利があったりとか、なんかそんなのもあったりします。なんとなくバスケットって右左あんまり関係ないかなってイメージがあったんですけど、一応人によるんですけど右の方がやりやすいっていう人が多いです。あ、相手が右ってこと、それとも自分が右、うん、右利きの人は右手が攻めやすくて、うん、左利きの人は、うん、ディフェンスしやすいとか、うん、いや、なんか人によって違う。なるほど。でも なんとなく右利きの方が、右利きの方なんか有利というかやりやすそうな感じ。やりやすい。ドリブルが右の方が、うん、あのなんか走ってる時の、うん、走ってる時とドリブルがあってなんかボールがこぼれないのが便利。うん。なんとなく左利きの人ってあの守る人が右手で被るからなんか不利なのかなって勝手に思ってたんだけど、それで なんとなく右利きが有利なのかなって。でも今の話聞くとそこまで大きくは変わらない感じがしますね。足の速さとかも。走る練習はよくやりますか。はい、体力づけで。どんな練習があるんですか。最初のアップは、うん、はい、コート10周、おう、コート10周して、10周した後に体操で、うん、その後に、うん、3往復のやつ、なんかダッシュのバックも含めて、バックも、バックもそれを、うん、3往復5回、5回、3往復を5セット、はい、これあの練習する最初の練習、最初の練習、すごい、最初のアップ、もうアップでもう一日終了ですね。すごい、そんなに走らされる。でその後にヘトヘトになった状態でバスケットボールサーブ、うん、すごい体力だ。体力がつきます。はい、他のチームとやってて、あ、自分たち体力あるなって感じたりします。逆になんか少ないって思う時もある、うん、自分たちが、はい、あ、じゃあ相手のチームがより走ってる可能性があるってこと。そう、それで監督とかに怒られる。じゃあもっと走ろうっていう気持ちにはならない。なる、なる。練習量を少し上げた方がいいなとか、真面目に受ける気持ちが、うん、かなり、うん、おお、真面目。すごい。一番ね、練習で辛いのは走る練習だから、バスケットボールいっぱい触ってる方が楽しいのかなって思ってたんですけど、走る練習も大事。はい、お、すごい。素晴らしい。やっぱりでも これだけ学校は授業が終わってからですもんね、はい、それから3時間っていうと。習い事とかもやったりしてるんですか。習い事をやってる人もいる。その後から塾行ったり習い事したりって、なんかすごい大変だなって。そういう人たちは何か融通されたりします。あ、じゃあもう先に上がっていいよとか、うん、そういう感じに、ピアノとか、ね、あ、全部これ3時間やって、またその後ピアノ行ったら帰ってくるの11時ぐらいになりそうだよ。まあ、始まるきっかけもやっぱりね、兄弟がやってたりとかなると、あ、お姉ちゃん、お姉ちゃんでしたっけ、お姉ちゃん、お姉ちゃんがやってたのを見たり、一緒に練習とかもします。練習というか、お姉ちゃんと勝負したりする。タイマンもう相手にしてくれない。お姉ちゃんじゃもう思春期になった。わからないな。そうなんだ。次は中学校になっても続けていきます、はい、バスケット、はい、中学校になるともうリングも高くなってボールも大きくなって、王者なだったらマシキ中。マシキ中、マシキ中、マシキ中も
部員多いですよね。強そう。多分県内で一番生徒数多い。あ、まあ、中学校では4校から来ますからね、小学校が。羽衣、王者な、大山、あと1個、益城、あ、じゃないじゃない、三つじゃないですか、三つか、三校じゃないかな、うん、王者な、結構、まあ、2つに分かれますよね、かかずいくこと、うん、上王者なと、うん、内だまりあたりで、はいはい、あ、でも、まあ、そっか。まあ、次の大会に向けてのお話とか、うん、そういったのもあるんですけど、うん、一旦ですね、はい、あの曲紹介の時間になりましたので、はい、2曲目の紹介をお願いしましょうか。どなたがします？ワニマのやってみよう、やってみようです。初めて見たいんだけどって思う子がいて、でも誰に話したらいいんだろうっていう時、どうしたらいいかなって思うので、そろそろ曲終わりますね。富安さんが曲やってるからいついつ来てくださいって、方でもいいし、いつ何時から練習してますよとかでも、じゃあ曲終わります。王者な志向のミニバスケットと校長先生とのですね、はい、話です、はい、で、まあ、今週末が大会もあるということもありますが、うん、6年生はもうまた卒業しちゃうもんね、はい、で5年生も今3名でしたっけ、はい、もっと人増やしたいよ ね、 欲しいね。4年生もいっぱいいるけどもっと増やしたいと思うので、あのせっかくだからこの 部員募集っていう感じ、うん、あの始めたいよっていう子って どうやってスタートしていけばいいかな、いきなり練習行くとか、うん、最初は見学してから、うん、あの練習の見学、はいはい、練習はいつやってるんですか？練習は火曜日と水曜日と
金曜日。金曜日。金曜日。と土日。土日。平日は何時からやってるんですか、この火、水、金は。平日は4時から。4時。4時から7時まで、はい、体育館の方で、はい、週末土日とかは時間とか決まってるんですか、やる時間、うん、バラ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 、まあ午前と午後で分かれてます、分かれてます。あ、そっかそっか。午前って8時から7時から8時から、午前中は9時から9時から12時までで、うん、午後はバラ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 1時ぐらいから1時ぐらいから大会前だと練習試合入れたりとか。ああ、そっか、練習試合に入ったりとか。一応土日って練習試合とかも入りますよね、はい、必ずしもできるわけでもない時もあるのかなと思って、うんうんうん、じゃあ放課後の方が良さそうですね、うん、どんな格好していけばいいですか。でも初めてやる子何も持ってないかもしれない、うん、あ、何も持ってなかったら体育着とか、あ、なるほど、すぐ乾きそうな洋服を着ていく感じ、うんうん、なるほど、通気性がいいやつね、動きやすい格好、はい、動きやすい格好、じゃあちょっと見学してできそうだなとなったら入部をする、はい、一、うん、回体験に来て、うん、体験もあるんですね。はい、体験も、うん、それから入部届けっていうのが出されて、はい、それにサインしたら入れるみたいな、そういうやつ、はい、ちなみにあれだけコートも走って、はい、コートの往復も、3セットの5回でした、はい、3往復の5セット、ね、もう体験で疲れたって人はいなかった、3人大丈夫だった、うん、今年から、うん、あの新メニューになって、うん、去年はそんなにきつくなかった、うん、だから強くなったんじゃん。じゃあちょっときつい練習になってちょっときつい練習にはなった分、うん、はい、強くなった、うん、でもこう、ね、練習をして優勝もしたりっていう形なので結果に結びついてるんだなと思って、うん、ほうほう、じゃあやっぱり体験は大事ですね、はい、部活はみんな仲良く楽しいですか、はい、楽しい、もう仲がもう入ったらすぐ仲が深まるぐらいの勢いで、うん、すごい、なるほど、じゃあなかなかあの楽しそうな部活であるよっていうことと、はい、やっぱりバスケットが好きっていうだけじゃなくて、まあ、部活も楽しんでっていう形もあって、はい、うん、何人ぐらい来てほしいなとか、何人でも20人以上、20人以上ちなみに何年生からできるんですか。1年生から、あ、そっか、幼稚園からやってるもんね、幼稚園から、もうじゃあ1年生から入ってきてもらっても大丈夫だよっていう感じ、はい、3年生までは父母がついてないとダメだよ。ああ、そうなんだ、うん、3年生まではちゃんとこの練習に父母、親がついて一緒に参加、はい、うん、4年生からはもう自分たちでやっていい、6時、7時ぐらいまでだよね、うん、誰に声かけたらいいのかな、アイラさん、イハさん、2人に、うん、2人に入りたいって言えばいい、体育館に来てもらえば、あ、まあ、声かけてくれる2人から、うん、じゃあ体育館に体育館にちょっと、見学しに来た場合はお二人が積極的に話しかけてあげてください。多分来る人は緊張してると思うので。はい。校長先生の目標は何人入れます？部員。部員ですか。部員はいっぱいいた方がいいですね。発信し、全員発信していただければ、はい、校長先生から。ただ小学校、うん、男女のバスケット以外にも。野球もあるしサッカーもあるし、で個人でいろんなスポーツをやってる子もいっぱいいるので、うん、あ、なるほど、まあ、みんなそれぞれで頑張ってほしいなって思っています。今バスケットもだいぶ人気出てますからね、はい、沖縄でもすごく、まあ、キングスのおかげなのか、はい、身近にある分、いや、まあ、でまた
今週末大会があって、はい、そしてな夏の方は もっと 全県でしたっけ、はい、130校ぐらい、はい、うん、夏の大会は8月の最初の土曜日から夏休みの4日間、はい、4日間あります、ね、あ平日も、ああそっか夏休みか、夏休みです、あ一番暑くて大変な時期にこれ買ったらなんかあれですか、九州とか行ったりするんですか、あ夏の大会は今年は多分今年まではなかった、冬の大会で優勝すると全国大会に行けたりっていうのがあります。6年生にとって最後の大会は冬の大会ですか、冬の大会、冬休み入ってすぐの県の冬の大会が、年末、年末冬休みは、そうですね、12月末の冬休みの最初の、はい、あ最後の大会が多分公式戦の最後の大会になると思います。あとは地区で、うん、あのさよなら大会があったりとかっていうのはあると思いますけど、はい、うん、大きい大会なんですね、はい、ちなみに沖縄県でどこが強いのかな、北部中部南部でどこが強いと思います皆さんは分かんない、小学校の名前聞いてもどこか分からんか結構実力拮抗してますかね、どうなんですかね、あの中上地区は60チームぐらいあるので、うん、やっぱり中上地区は強いかと思っています、はい、他の地区もね、あの、はい、私は住んでるところ島尻なので島尻地区も頑張っているかなって思ってます、うん、はい、なんとなくな、はい、もういろんな学校が拮抗しているような感じはしますよね、はい、いっぱい練習で走ったチームが多分ね、あのいい成績残せると思うから練習量も考えないといけないですね、体を壊さない程度にちなみに一番身長大きい子ってどれくらいあるんですか、リアル150センチお大きいですよね、でもなんか中学になると急に大きくなるような感じがする、他の小学校でもやっぱ大きい人たちいます、はい、大蛇菜はちっちゃい方、あ大蛇菜はちっちゃい方、はい、なのに勝てるもう、はい、スピードで、あスピードで走って、うん、スピードとディフェンスを生かして、うん、勝ち進む、じゃあ身長が高くてもスピードで巻き返せる、はい、素晴らしいなるほど、これがちょっと強みなんですね、はい、あやっぱりだからさっきの走り込みはすごい重要な生かされてますね、はい、本当は3ポイントがしたいとかない、ちょっとあるなんかかっこよく決めたいみたいな、ね、せっかくできるんだったらって去年まではやってたけど、あ3ポイント、そう3ポイントの練習、うんだけど今年からはもうそのまま体力付けで、うん、3ポイントとかなくなってたりしてます、うん、なるほどね、こう、まあ、走り込みの重要さが多分大会の結果につながってきたのかなと思いますし、じゃあ今度の大会に向けてどうしますか、一人ずつ意気込み聞いていきますか、そうですね今週末の、はい、じゃあどうぞ、じゃあキャプテンの伊波さんからいきますか目標か、どういうことに頑張っていきたいかと、チームの強さを生かして決勝まで行って優勝したいです、うんうん、素晴らしい、いいですね、いいですね、チームのディフェンスとか、はい、うん、スピードとかチームワークを生かして勝ち進めればと思います。はい、素晴らしい。高学年が低学年のお手本をして、うん、低学年を引っ張っていきながら、うん、ディフェンスやオフェンスをうまく活かしてから練習でやったことを活かしながら大会でも大会でもそれを出したいなと思います。すごい意気込みですき
っといい成績ができそうです、うん、残しそうですね。校長先生から激励の激励のこの子供たちにエールを、はい、何かな、何だろう、大会に出るには必ず目標を多分設定して臨んでいると思います。結果はバスケットってちょっとシビアなスポーツなので、何分間戦っても1点差で勝ったり負けたりする試合で、必ず勝つチームと必ず負けるチームがあるので、もう結果はどうあれこの中身内容を自分たちが納得いくする、プレーができたりディフェンスができたり、オフェンスができたりチームワークができたりっていうのがあると嬉しいなって思ってます。なので自分たちらしい王者な小学校らしいプレーができれば、おのずと勝ちもつながっていくんじゃないのかなと思うので、はい、楽しみにしています。頑張ってください。はい、頑張って。そっか、引き分けがないんですよね。はい、引き分けがないです。って、はい、考えてみたら、はい、決着がつくまで、これ決着がつくまで時間が延長になる。延長して決着がつくまでやります。じゃあ校長先生の激励もなったところで、ね、まあ、あと1分ぐらいなんですけど、はい、どうしましょうか。もう最後募集し部員募集も終わったので、はいはい、何か一言ありますか。あと1分ぐらいです。激励してもらうために何が食べたいとか注文したら、保護者の親の皆さんに部活で何か足りてないですとか栄養が足りて、栄養もっと補充したいですっていうから、ボールが足りないですとかでもいいし、なんか欲しいもの今言っとかないと、部員たちのために、後輩たちのためにも、もうちょっと声を出してほしいです。応援してほしいね。あ、じゃあ他の小学校の保護者より声が小さい感じがする。あ、そっか。部員が、部員が声出てないです。あ、部員も出てない。部員が出てない、うん、あ、部員が、なるほど。そっか、そっか。じゃあ保護者、お父さんお母さんたちにもいっぱい要求したいものがあったら、なんか欲しいものとかある？バスケで。今はもう、全部揃ってます。おー、素晴らしい。いい保護者。自分たちの練習を高めていく感じ。じゃあ自分たちを磨くだけだ。はい、じゃあキャプテンからも、もう部員の皆さんもぜひもっと声を出していきましょうとありましたので、今週の大会だけじゃなく、まあ、これから続く大会も、はい、みんなで一丸となって、まあ、一番はやっぱり楽しんで頑張ってください。そうですね、選手みんなが楽しんでやることが一番いいですね。はい、ありがとうございます。ではそろそろ時間となったので、シピーレン、そろそろお別れの時間です。本日のお相手は王者な小学校の校長先生とミニバスケット部の、もう最後一言、お名前言ってください。ゴヤリアと、はい、シロマイラと金城美代、はい、でした。でした。また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。